賛成の家庭は訪問した中では1件のみ、地権者様のご親族のご家庭のみを、あ、これはあの計画の通り。おはようございます。本日はお忙しい中、あのお時間取っていただきましてありがとうございます。なんだ、青木島遊園地のことのようにならないように、また青木島地区のより住みよい環境づくりということで参りましたので、よろしくお願いいたします。あの要望書なんで先にお渡ししておきます。よろしくお願いします。じゃあ次にあの代表こちらの説明、あ、いいか、あの自己紹介でお願いします。よろしくお願いします。はい、では私の方から説明させていただきます。着座にて失礼いたします。では青木島保育園の移転伸縮計画の中止を求める陳情書をご覧ください。私たちは青木島保育園移転予定地周辺の住民です。青木島地区のために青木島子ども未来プランをご提案いただき本当にありがとうございます。私たちは区内にあります青木島保育園移転新築について7月1日の説明会を含め、長野市子ども未来部と計3回の話し合いを重ねてきました。ですが未だに具体的な回答を得られていない状況にあります。移転予定地では子ども未来プランに掲げられているような子どもの伸び伸びビジョンの実現は不可能だと私たちは考えております。よって今後の長野市の子どもファーストの対応を期待し、本陳情書を提出いたします。では陳情内容について説明させていただきます。私たちは現予定地は移転条件を満たさないため移転地として不適切だと判断しております。よって移転予定地の移転新築に反対するとともに下記内容を実施するよう求めますとありますが、7つの項目がありますので1点ずつ見ていきたいと思います。項目ごとの詳細説明につきましては記載の通りですので割愛させていただきます。まず1点目、交通事故のリスク評価の実施。2点目、災害のリスク評価実施。3点目、青木島小学校生徒数の変遷と使用施設の評価実施。4点目、移転予定地の複数選定。5点目、予算内訳の見える化。6点目、他部署との連携。そして7点目、青木島保育園保護者及び周辺住民への合同説明会の実施。以上7項目が陳情内容となります。最後に近隣住民を主に358名分の署名と22件の意見書を集めました。ここにお渡しいたします。地図になっております。地図上の赤い箇所がご署名をいただけた家庭になります。白い家庭は賛成というわけではなく未訪問、訪問をしていないところが主となっており、賛成でも反対でもないという中立の方も含まれております。賛成の家庭は訪問した中では1件のみ、地権者様のご親族のご家庭のみをこちらでは確認しております。現在地及び移転予定地周辺の近隣住民によりこれだけの再検討を求める署名が集まりました。潜在的にはもっと集められるのではないかと考えております。こちらに署名をくださった方々は移転予定地周辺の危険さを理解し署名をくださっております。子どもファースト、子どもの安心安全を守りたい、その一心で皆様ご署名をくださいました。どうか皆様の思いを無限にしないよう今一度移転地の再検討をするとともに、園児及び青木島地区の子どもたち、そして地域住民の安心安全が守られ、納得できる形での保育園新築改修を計画していただくようどうぞよろしくお願い申し上げます。以上です。はい、皆さんお願いします。今日は地域の皆様の声を届けていただくことになりました。私としてはですね、市長就任以来、子育て環境の充実に取り組んできたつもりです。
またあの子育て環境充実にあたりましては、保育園、幼稚園あるいは子ども園の関係の皆様に、との懇談を重ねながらですね、市として何ができるのか、この取り組みを担当部長とともに取り組んできたつもりでございます。今回青木島保育園にあたってもですね、私も現地に行ったり、あるいは建物の中に入る、あるいは職員の皆さんの声を聞かせていただいたり、周辺環境を見させていただく中で、老朽化している保育園をやはりこれは、もっといいものにしたいという、私の思いとともにですね、担当課と協議を重ねてきた中で、この度新築をしようということになりまして、これまでできる限り地域の皆様には丁寧に説明を重ねながら取り組んできたつもりですし、また地域の皆様にもご協力をいただきながらですね、この話を進めてきているつもりでございます。そのような中、この表題にありますとおり、青木島保育園の移転新築の計画を中止を求めるということでございまして、私としてはやや戸惑いを感じているところでございます。引き続き我々としても地域の皆様のに丁寧に説明を重ねていきながら、私はこれはやはり市全体を見渡した時にも、いわゆるその子育ての環境がより一層充実できると、さらにその子育て環境が良くなるんだというふうに、市民の皆様に喜ばれる事業だというふうに自信を持っておりますので、これは計画の通りですね、進めてまいりたいと思っております。繰り返しになりますけども、丁寧な説明あるいは地域の皆様にご理解いただけるように進めていきたいと思います。では時間になりますので、市長次の方に向けますので、質問をさせていただきます。ぜひ地図をしっかり見ていただいて、やはりそれだけ反対の声があるということは受け止めていただきたいと思います。皆さんのご協力をしっかり受け止めさせていただき、そのご意見には向き合ってまいりたいと思います。住民の声を入れた計画にするということでお願いしたいと思います。